にちは、影村です。インプレッサーに取り付けました今日はカーナビの方を、ちょっとご一緒にご覧いただきたいと思います。今回そうですね、どっちからちょっとですね、雨降って暗いんで、いろいろ紹介したいんですけれども、暗くて見えないんですよ。これがつけた ETC ですよね。一番安物でお願いしますということで、さっき見ていただいたのがデフィさんのタコメーターで、それで今回今日ご一緒にご覧いただくケンウッドさんの、カーナビですよね。 ZDV あ、ちゃうMDVZ700 ということですね。カーナビ再シリーズでしたかね、忘れたんですけれども、すいません。ちょっと動作面ですよね。ちょっとご一緒にご覧いただきたいと思います。まずホーム。これがホーム画面ですよね。で、設定はこうスライドをさせるっていう形になります。で、ナビの設定。こうですね。とサウンド設定、まあいろいろイコライザーとか設定できちゃったりします。あとシステム設定、何でしたっけ、 CD の録音とかができるらしいんですよ。まだ使ったことないんでよくわからないんですけれども、あとは Bluetooth 設定ですね。ハンズフリー電話が使えるということです。これ Mac アドレス出てるんですけど、ナビの Mac アドレスですね。と、あとはエコ情報とかが見れたりします。エコ、67点らしいですね。それでまあ、ホーム、すいません。ホームから、主に、こういう具合に、現在地で地図に切り替わるんですけれども、あとは地デジがついてるんですよ。こうですね。地デジ。で、こうですね。まぁ、ちょっと地デジを見ながら、ナビを見たりとかできるんですけれども、で、チャンネルの変更はこうですね。タッチ式で。それからアンテナはこの上の方に窓。ああ、そっか。上の方についてます。見えますかね。ああ、じゃあもっと上か。左右に白い透明、左側に透明の棒が見えると思うんですけれども、それが地デジのアンテナになります。はい、そういたしましたら、ベタなんですが、海遊館までちょっと、そうですね、ナビゲーションしてもらいますね。ここに目的地、地点情報。ですね。はい、それではですね、ベタなんですけれども、ちょっと、天保山まで、なんて言うんですかね、ナビしてもらおうと思うんですけれども、今ちょっとルート変更かかっちゃいましたね。無理やり裏道案内させてます。1.5 キロメートル先、この赤いのがいわゆる
方向ですよね。あの場所、目的地のある場所の方角です。今ちょっと待ってくださいね。 3D ナビゲーションっていうか、なんかこう視点が変わるらしいんですよ、ここを押したら。地図が回転する方ですよね。およそ700メートル先、右方向です。これがなんか 3D ナビゲーションというやつですか？違いますか？車線が減少するところも、レポートをしてくれるみたいなんですよ。ここの車線、右側がなくなっちゃうんで、左側を走ってほしいっていうことで。赤いのは、今、なんでしたっけ？海遊館がある場所を示している状況ですね。普通の状態ですね。北が上で車がくるくる動くモードですよね。渋滞状態、パトロールエリアでご注意ください。700メートル先、右方向。ここ。道なりに右方向ということでしょうか。
その先、目的地付近です。到着ですね。なかなかいい感じだと思います。まもなく右方向です。その先、目的地付近です。すみません、カメラ倒れてしまいました。それでは目的地付近ということで合ってますね。すみません、それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。まもなく右方向です。その先、右方向です。まもなく右方向です。その先、目的地付近です。